こんにちは、ジギです。今回はラズパイ OS のネットワークインストールのお話。この機能はまだベータ版で、ラズパイ財団は広く皆さんの協力を求めています。協力といっても、インストールを試すだけ。インストールログを集めてるんだと思います。もともとの情報は画面のサイトにあります。義を見てせざるは言うなきなり。皆さんもぜひご協力を。対象機種はラズパイ4と Pi400 です。まず、ネットワークインストールってなんだ？ここから話を始めます。ラズパイ買っても使うには SD で OS を用意しないといけない。SD に OS を焼くには PC が別に必要。つまり現状は PC 買ったら動かすのに別の PC いるからねという状態なんです。ネットワーク経由で OS がインストールできれば今のパラドックス的状況を解消できます。原理はネットワーク経由でラズベリーパイイメージャーが立ち上がればラズパイだけでインストールできるじゃんということです。それには起動を行うブートローダーを改造しないといけません。ブートローダーを書き換えるのに作業用 SD が必要になります。作業用の SD が1枚必要です。SD 容量は不問です。OS を焼くための SD は別に必要です。ラズパイはネットワークに有線接続します。Wi-Fi 環境では利用できません。それからキーボードが必須です。画面の URL から最新版のラズベリーパイイメージャーをダウンロードします。バージョンは 1.7.1 でネットワークインストールのブートローダーが利用できるようになっています。作業用 SD を用意してください。これはネットワークインストール用のブートローダーをアップデートするためのもので OS を焼くのではありません。イメージャーを起動して Choose OS から MISC Utility Images を選択。ベータテストブートローダーを選んで SD カードブートをクリック。Choose ストレージで作業用 SD を指定してライトボタンをクリック。終わったら作業用 SD をラズパイに挿して起動します。すぐに画面がグリーンになり、ブートローダーの更新は完了です。電源を落とすしかないんですが、一旦終了します。この状態はブートローダーが変わっただけで他に影響はありません。OS を焼いた従来の SD を入れても変わりなく利用できます。一応、ラズパイ OS、マンジャロ、ウブンツまでを起動して確認しています。新しい SD をラズパイに挿してネットワークインストールを試します。私はフォーマットしただけの SD を使用しました。この時、ラズパイは必ず有線でインターネット接続しておきます。また、USB ソケットに USB メモリーや SD などのストレージがあるとトラブルになります。画面の指示に沿ってシフトキーを3秒以上押し、続いてスペースキーを押します。これでラズベリーパイイメージャーのダウンロードが始まります。終わるとフル画面でイメージャーが表示されます。画面下には言語とキーボードの設定があります。これはイメージャー自身の言語設定で、
OS インストールには影響しません。もともと日本語化されてませんから、キーボードだけ JP にします。ラズベリーパイ OS だけでなく、Ubuntu やマンジャロなどのインストールもできるようですね。要は起動できる SD がないと、イメージャーをダウンロードして OS インストールができるというわけです。ラズパイだけでインストールが完結できるようになるんですね。ラズパイ OS 64ビットを焼いてみましょう。オプションではパスワードやロケール情報などを事前設定できるようですね。ライトボタンクリックでインストールが始まります。終わればインストールされたラズパイ OS が起動します。ラズパイでイメージャーだけが動作している状態で試していませんが、 USB メモリーにもインストールできるそうです。インストール時間はネット環境に依存しますので、 PC ベースで行うのと比較すれば基本的に遅いです。今時点ではベータ版ですが、安定してくればこのブートローダーが標準になる予定だそうです。私のテストでは、ダウンロード後にイメージャーが起動できず、ダウンロードを繰り返すことが何度かありました。まあ、ベータ版ですので、いろいろあるのが当然です。ところで、ベータ版を試すのはいいけど、その後はどうすんだ？今まで通りに使えますよと言われても、ベータ版が入ったままはね。という方には元に戻す方法をご案内します。 PC でイメージャーを起動して、 Choose OS から MISC Utility Images を選択。通常のブートローダーを選んで SD カードブートをクリック。ラズパイに挿して起動すればオリジナルのブートローダーに戻せます。この方法では毎回イメージャーをダウンロードすることになるんですが、 PC なしで OS インストールできる環境は一歩前進ではないでしょうか。個人的にはインストール終了時に OS ブートと次のインストールが選択できればもっといいかなと思います。皆さんもぜひ一度お試しを。ご覧いただきありがとうございました。知人のスマホ買い替えをお手伝いしました。あちこち回って気がついたことがあります。 au とソフトバンクは別ブランドで価格を下げています。ドコモなんですが、OCN などの関連会社に回線売って、彼らのプランをドコモショップで販売してたんです。
これだと携帯ショップは商品が増えるだけ、ユーザーは選択肢が増える。しかもドコモはショップ再編なしで手数料ビジネスができる。まるで三方よしの近江商人じゃないか。頭いいなぁと思いました。じゃあ何もしてないように見える楽天は頭どうなんだ。ではまた次回。